東京大会はいきなりクライマックスで始まった。男子 100m 主役はカール・ルイス。30歳にしてまた一つ新たな神話を作るか、若きヒーローにその座を譲るか、歴史的レースの予感に国立競技場は息を呑んでルイスを見つめた。今度は決まったでしょう。ルイスがずっとスピードを上げてきます。ルイスがくるましてきた、はい、リフォード・クリスティがわずかリード、リフォードがリード、そしてクリスティが上手が、ルイスが一手でゴール、9秒8。勝利への宣言。追い風参考とはいえ、9秒80はルイスの強い決意を物語った。決して諦めない、決して負けはしない。ルイスを目標に追い続け、大会直前にルイスの世界記録を破った男、リロイ・バレル、弱冠24歳。世界のトップに立ってなお追う者の緊張感が彼を締め上げる。真のトップとは誰か、バレルは十分承知していたに違いない。真のトップはこの大会を制する者なのだと。バレル硬くなるか。スタート、サングーマがいい、サングーマがいい、バレルがちょっと遅れた。杉本はどうか、杉本はちょっと遅れたが、杉本頑張ってるか、杉本遅れた、杉本遅れた、バレルが出た、バレル、サングーマ、そしてあっと杉本の7位。準決勝、カール・ルイスは驚異的な自制心で自分自身に集中している。5コースがルイス、6コースがフレデリックス。スタートを切りました。今度決まった。ルイスがそんなにいいスタートではない。スリンがいい、スリンが出ています。スリンがわずかリード、ルイスが出るか、 50m 過ぎた。ルイスが出た、ルイスが出た、ルイスが出た、ルイス1秒離した。どうだ、タイムはどうだ、9秒台。
ト、今度は一発で決まった。バレルいいスタート切っている、いいですね。そしてスチュワート乗っている。バレルがちょっと遅れてるか。バレルが出ます。バレル出た、あと 40m。 バレルがぐっと前出た。バレルが出た。さあ9秒台どうか。バレルが5位。9秒94、また出ました。風は 1.1、 9秒94、互角。これは面白い。なかなかない、なかなかないぞ。 100m の決勝、両者優勝の行方はわからない。9秒94が出ました。バレル通算6回目の9秒台。そしてついに決勝。2人の男は静かに同じスタートラインに向かった。ルイスとバレル、同じコーチの下で励む仲間であり最強のライバル。一発で決まった。バレルが、バレルがいいスタート切ってる。ルイスがちょっと遅れてるぞ。バレルがいい、バレルが出た、あと 40m。 バレルリード、バレルリード。そしてスチュワート持ってる。バレルがルイス、あーお、え、9秒ルイスですね。10秒86、世界新記録、やった。ルイスが泣いた。8年間勝ち続けてきたルイスが泣いた。初めて世界を制したかのように、長い間不可能だった勝利を初めて手にしたかのように、カール・ルイスが泣いた。30歳、世代交代のささやき、その中での世界新記録による勝利。天才スプリンターにとってさえ9秒86への道がいかに困難であったかをルイスの涙は語っていた。
no way I could have done it without Leroy, because Leroy set the tone for the whole year. He's been a dear friend to me. He's acted the same when he's won. He's acted the same when he hasn't. And I thank my manager, just everybody involved, because I couldn't have done it without anybody. And the one last thing I want to say is I just want to tell my father this one's for him. カール・ルイスはまた一つ神話を作った。それと同時に手強い敵も作った。カール・ルイスという名の最強の敵である。